ですね。目をね、随分取りました。まえちゃんがそこにいます。ちょっと、テーブル菜園がこちらに映りましたね。バジルの実もあるんだよ。バジルの実もあるんだよ。よ、よ。さてさて、何を食いますかね。揚げ物をするでしょ。それから、これ、鶏そぼろを作りたいんだよね。でもちょっと時間あるかないかわかんないから、これひき肉があります。ピクニック。サバは、あ、まだここにもひき肉あったわ。やべえな、おい。あ、これじゃああれしましょう。なんだっけ。肉団子しましょう、肉団子。これ鶏だね、鶏手羽だね。鶏手羽も使わんとダメだね。これカツしよっか。んで、これがあるでしょ。何する何をすればいいんだ俺は人生に何をすればいいんだパヤッパー鳥の団子作ればいいよ。それとあとは何だっけ春雨で、今人参。今、人参で、春巻きを作りますね。それで、ナス入ればいいよ。ナスが入って、今、人参。お、人参もあるでよ。なんかもうほとんどないよね。インゲンもいいんだよ、インゲン。インゲン。よし。まあ、これよし。じゃあ、行くか。行くか、ベイビー。待ってた、ドン。行くか、ベイビー。待ってた、ドン。待ってたドンドンドドドンドドドン。なんかピンポン落ちたぞ。ピンポン。これは後で洗いましょう。違いました。これね、これ春巻きの皮がありますから、春巻きの皮いつももう剥けないで大騒ぎになりますけど、今日はね、常温に置いておきましたんで、多分綺麗に剥けると思います。パヤッパー。でもあんま乾燥するとまずいんだよな。だって巻く直前に剥がすのがいいですよね。あ、剥げる剥げる。オッケー。それで、こっちですね。チュッチュルーン、チュッ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 チュン。サンダーバーズ。これだっけ？あ、これだね、ビーフン。このね、ビーフンが美味しいんですよ。焼きビーフンを作って、それを、ライスペーパーでくるくるっと巻いて、えいや、ドーンするのが、今日の目的です。で、揚げ物だからね、当然のことながら同じように揚げてやる。大体これでいいですね。このね、ビーフン一番好き、一番ってことなんだけど、これちょっと外国からのね、輸入された美味しい食材店に売ってますから、みんなも食べるようにな。はい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 、ほいほい。これね、タケノコも入れましょうかね。これ手羽先やりますか。手羽先はどうしようか。これ早く やらないとダメだね。夜焼こうか。うん、夜焼こうか。ネギで焼こう。うん、ネギあるからな。手羽先ってさ、結構足が速いよね。足が速い手羽先、歩くの遅いマサヤ。あ、おからがあるよ。おから入れようか。おからがね、ありました。おからが、ほら、これは作ったおからが、これ春巻き入れちゃおうか。そうするといいかもね。で、これはあれだね、卵入れて、片栗粉入れて、酒入れて、こうギュ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 ってやると、これそのまんま
あのあれになりますから、なんだっけ、あれ卵入れて、卵入れて、え、卵もねえじゃん、やばし、どうしよう、やばいね、卵ないよ、1個しか卵ない、うちの奥さん帰ってくるまで作れないじゃん、ならばそれを待とうじゃないか、別に大した人生でもなし、はい、待とう待とう、これどうしようか、これ炒め物入れようか、ビーフン、焼きビーフン入れちゃおう、焼きビーフン入れちゃおう、おから春巻きだね、おから春巻き、じゃあおからだけでいいじゃんね、わざわざ春巻きしなくていいじゃない、まあいいじゃんけ、まあ文句言うな、勘弁、文句言うな、勘弁、勘弁で済めばごめんはいらない、ごめんがいらなければ警察もいらない、いやそれは相当な飛躍がございましたな、松田さん。それは違うと思いますよ。これ炒めますね。よく炒め。もうピーマンももう、ピーマンももうこれ悪くなりそうね。悪くなりそうなピーマンは、やっつけろ、ナスもさ、もう俺これ随分悪くなったら、もう古いね、これね、ナスどうする、天ぷらする、ビーフに入れる、今しばし考察中です、ビーフに入れよう、天ぷらとビーフに入れるのだとね、ちょっと切り方も変えないといけないんで、ビーフに入れるんだったらちょっと細かめに切っておいてやんないと、それをしなければうまくない。で今日は鶏カツメインになりますんでね。ポリカツ。はい。じゃあまずこいつらを全部やっちゃいましょう。もう先進みましょう。俺たちは先に進むんだ。俺たちは先に進むんだ。これ煮立ってきましたが、バーン入りました。バーン、バン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 。これここ入れる必要なかったよね、ボウルにね。このボウルちょっと汚いのかもったいないじゃん。そんなことはね、これが明日につながるゴーゴーゴー。ビーフンをよく煮てあげて、ビーフンがよく煮えてきたら、それでいいのさ。これね、ちょっと塩ですね、西洋の塩、あれどこ行った、どこ行った、ねえだろ、塩、まあいいや、かわしましょう。これはゲランドの塩です。ゲラン、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 ゲラン。ドドン、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 ドドン。ビーフンが煮えてきて、ビーフンが煮えたなら。はい、じゃあビーフンもいいですね。ビーフンが煮えたなら。今日はちょっと軽量系だね。この間ちょっといっぱいいろんなものを使ったからさ、もうくたびれたから、まだその、疲れが取れてないしね。はい。ビーフン。これね、結構強い系の炎でもいいから、処理入れないとダメね。よいしょ。ね、処理入れないと。処理入れよう。処理！それでここにこうね、美味しいものがいっぱい入ってくる。
はい。ここに、いろんなものが入る。いろんなものが入る。いろんなものが入っちゃう。これは幸せもの。はい、じゃあビールのね、狙っております。ビールを狙うビール。このね、バラ肉の旨味がね、この野菜の水と出てきますよね。で、これが一つになった頃、接着剤ぐらいだと思えばいいんですよ、炭水化物ってね。これをみんな一緒に炭水化物で味を一つにまとめましたよね。そうすると、うめいんじゃよ。よく炒めて、よく炒めて。ほらほら、よく炒まれよ。ほらほら、よーく炒まれよ。よいしょ。まずいだろ？もうちょっとだね。もうちょっと、ナスが、もういいよ俺、勘弁してっていうぐらいまで行ったところで、こんなところですね。こんなところで、春雨が入る。うん。うまそうだろ？ビーフンなんだね、これね。春雨って緑豆ですけどね、これは、ビーフン。で、旨味が入り始めましたんで、ここらで、ちょっとザラメと入れて、砂糖をね、砂糖をオイスターソースと、このね、オイスターソースって、もうね、オイスターソースね、これがね、オイスターソースね。これ安いけど美味しいんだよ。で、砂糖自身は醤油で溶かした方が美味しいんでね。これで、醤油砂糖ができます。超ソフト。トロ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 溶けていけ。トロ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 溶けていけ。味が一つにまとまって、俺たちは一人の、おし料理。はい、じゃあもうちょっとお塩状になるには、甜麺醤。甜麺醤。甜麺醤。まあ大体甜麺醤とオイスターソースがあると、いいよね。ちょっとピリ辛にしましょう。ピリ辛。ピリ辛。ピリ辛。こんな早くもピリ辛ですよね。ピリ辛。粘土がね、高くなってきてますね。よく混ざってきてもらえると。で、今日は、紹興酒を。紹興酒。粉買ってきました。久しぶりに買いましたね。ずーっと強火ですからね。まあ、鍋底に今、うまみが落ちてますから、その人たちをこうやって拾ってあげながら、ねえ、おいしい、おいしいを一つのものにする。味が一つになっていく。そして私たちは新しい生命となる。それではちょっとアルコール飛ばさないといけないね。うまそうじゃの。終わらない、うまそうじゃないけど。
ちょっと味を見てみましょうね。うん、うまい。もしかしたら、俺って天才？いや、まあ、無理無理。うまい料理は、世界の宝。ね、はい、うまい料理は世界の宝ということで。これ間違いなく水ジャ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 のタイプしかないんだけど。ちょっとこれ、このまま冷やしてしまいました。で、あの、ビーフに絡まないためですからね。で、その間に、魚と、なんかをやっつけようね。魚とね、鶏をやっつけちゃって、終わりです。終わりじゃないやん。これから揚げ物パーツね。まず、下ごしらえパートと揚げ物パートって明確に分かれますよね。あの、人生において。で、鶏の数がね、あるとね、もうそれで、幸せだよね。いや、そんな幸せってことでもないよね、はい、まあいいでしょう。まあいいでしょう。こっち側が美味しいんですよ。それこっち側はどっちかっていうと、あのささみで茹でてやるのがね、一番美味しいですね。こっち側ね。で、こっち側がカツにするとちょうどいいね。1、2、3、4つ、4つカツにするか。それでこれはささみ、これちょっと茹でちゃいましょう。こうね、こうやって茹でろ、茹だれ、お前はもう死ぬのさ。いや、もう死んでるよ。ほっほっほ。話をね、そのような、ここ水からね言います。それでお湯になったところで止めちゃいますね。すぐ終わりますのでね。これ半分しようか。かつさ、結構さ余るんだよ、我が家で。で、今日はちょっと叩いてやりましょう。ダン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 ね、これでラップして叩けばいいですよね。今日は叩いてパン粉つけて終わりにしようか。卵もちょっとね、ないから、ないって言っても、まあ多分今来ましたけど、ね、これでドン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 。僕は元気がいい、マサイヤ君。これ軽くパン粉つけてサッと揚げちゃおう。じゃあ終わり。塩と胡椒がやってくる。塩と胡椒がやってくる。これいいね。ここをこうパン粉入れてクリクリってやって揚げればいいからね。片栗ちょっと入れてやろうか。どうしようか。まあいいやな。まあいいやな。そのまんま、冷蔵庫行きですね。だこうやって料理するときってさ、どう、何をどういうふうに、どうして人生を生きるのっていうさ、そういう、あの、長い長い物語があるのでございます。ねえよ。これもね、あのちょっと酒で洗って片栗ってのが美味しいですね。僕は大好きね、それが。みんな味ってのはもう一人一人違うんだからさ、こんなのはさ、もういいんだよ、違ってて。マニュアルってのはもう本当に、なんていうの、人の大事なものを失わせるよね。ちょっとこれも厚手の方がうまかったり薄手の方がうまかったり、いろいろ分かれるけどね。これは酒で洗え、酒で洗え、酒で洗え、酒で洗え。これはね、もう冷たくなりましたからね。これは
ビーフンですから、これをこうくるんでいけ、俺より先に行ってはならない。うん。あ、何その低周関白の豚、もうなんかああいう時代もあったよねでいいよね、もうね、ああいう時代もあったよね。ちょっと酒が多いですね。ちょっと酒は捨てます。どっちにしてもね、少し洗って旨味を、うまし、をちょっと取ってやって、それで捨ててまたちょっと酒入れますかね。これで2つできましたね、揚げ物、揚げ物軍団、パヤッパー、2つできたよ、パヤッパー。はい、じゃあ2つ以降を作らなきゃいけないですね。2つ以降を作るんだよ、ベリー。よいしょ。はい、デカマナイカが出てきました。春巻き、春巻き皮ミニ、ミニの方がいいよ。ビッグだとね、もうなんか大変です、でかくて。いや、それはでかいよ、ビッグだったら。ビッグと言ってもでかくない人もいる。うん、こっちはもう沸騰してきましたね。はい、ストップね。ちょっとしばらくストップで。少しストップが終わったら、裂いてやりますね。ちょっと美味しくなります。鶏のさ、あの、煮たの、蒸したのとかをね、ここ、春巻きで巻いても美味しいよね。春巻きで巻いても美味しいよね。うん。今ちょっと老眼でよくよう見えんでや、この春巻きの皮がさ、ピューよく、まあこういうふうにあれだよね、取れるようにくっつけて商品化されてるね。間にラップとか入ってないんだよ、不思議だよね。春巻きはね、自分で作るのが一番おいしい。2番目は高級料理店。いや、金に糸目をつけねえんだったらさ、いくらでもうまいものはあるよ。でもそれの多くの場合は食材ですからね。オマールエビ400匹とかさ、そういう、なんていうの、そんなに食っても美味しくないよね。ちょっとでいいんだよね。あ、ちょっと危ないこと言いそうだからもうやめます。ちょぴっと舐めるぐらいで美味しいものさ、俺の人生そんなものさ、パヤッパー。はい、もうなんかうまくいってますね。なんか今日はよく向けますね。やっぱりなんていうの、卑猥な話につながりそうですね。ほら、これは人生の楽しいことを。はい、発酵できましたね。ではこれから巻きますけれども、まずね、巻いた後でね、入れる場所を用意するんですよね。それがここです。小麦粉をね、こうやって、で巻くものこれですから、巻くもので巻いて、こっち置きましょう。これ邪魔だね。もう本当にこの台所のこのやってるところがね、ごしゃごしゃになりますよね。やっぱなんていうの、いや、広いキッチンが欲しいよね。いや、いらね。そんなのあってもしょうがないって。大事でも作ってねえんだから。パヤッパー。うん、はい、OK。はい、じゃあ焼きビーフのね、うまそうじゃろ。ちょっと好きなんだよね。ひき肉と人間をちょっと入れて、ちょっと多いね、これ。こっちかな、やっぱな、ちょっと多いよ。おい、多いぞ。勘弁。まあ、勘弁で済めばさ、ごめんはいらないんだし。
ここに水がジャバってかかんないんだよね。水がかかりましたから、こうやってここで固まるんですが、溶けちゃいますんで、それをここでこう粉につけておきましょう、ね、そうすると美味しくなります。いいね、はい、いいね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 、ちょっと少なめでもいいね、いいね、いいね。このやっぱビーフンが美味しいんだよね、ビーフンがね、いいね、いいね、いいね。この肉ね、椎茸とか全然入ってないけど、まあ見ろ、勘弁。まあ人生はそんなもんよ。こうやってね、きれいに巻いてやってくるりくるりと巻かれて大きくなります。ね、いいね、いいね。あ、いけね、ちょっともう油を熱くしていかないと。油がだいたい温まるのに時間かかりますからね。これは鶏のやつで、これはあの後であれにします。冷やし中華食いってやつだね、今日は。冷やし中華、冷やし中華のトッピング、冷やし中華のトッピング、冷やし中華のトッピング、トマト、レタス、蒸し鶏、ゴーゴーゴー。はい、どうでもいいです。はい、じゃあちょっとね、頑張っていきますか。腹巻きはこれ4つですからね、残り4つで、残った4つはここに入れて冷凍しますね。腹巻きはね、一人時間差冷凍食品ですね。一人時間差冷凍食品、それが春巻きです。こうやってやるとうまそうじゃろ。この春巻きの皮いいな、ちょうど大きさがいいわ。てか前のやつもこれどんな大きさだったの、どこ違うんだろう。ギュッとね、ギュッと締めてやるんだます。で、粉によく振っといて、ギュッとね、ギュッとね、この4つできましたね。こんな感じになってます。たまき春巻き、うまいかどうか食ってみな。これも最初作った時はダメでね、もうボンボンと爆発してさ、もうなんていうのバラバラ事件みたいなやつを食ってましたよね。バラバラ事件、パヤッパー、バラバラ事件、八つ神の墓、え、八つ神村だっけ、なんだっけ、まあいいやな。春雨、春巻き村、あと3つ、はい、あと3つで世界が終わる。いや、終わんねえろ。こうやってね、作るのは楽しい。ちょっと皮が肉をね、もうちょい入れて、はい、しっかりとね、包んであげて。やっぱね、この粉を振るっていうか、作った後でね、これがどうも一番大事みたいな。中火でね、いきます。大体あんまり天ぷらでも山菜みたいなのは高温の方が
俺は好きだしね。難しいんだよね練習だから人生何事もあれもおいそう。みんながちょっと卑猥な笑いやめなさいねえ。はいはい、ラスイッチョラスイッチョーパヤッパーなんかホロホロみたいなのが随分余りましたね。これご飯かけて食ってもいいね。あ、冷やし中華にこれかけて食ったらうめかもね。はい、もうちょいですね。はい、こういうふうにできました。それでは紙これは袋ですかな。ここに4つね。4つね、こうやって入れてあげます。で、これで冷蔵庫の冷凍室で次の出番を待て、次の出番を待て、俺たちは次の出番を待つ。もういいぐらいだと思うんですけどな、油の方ね。はい、じゃあ次は、これの次はこれが行かないとダメだね。これが行ってからだね。しまったー、おから入れるの忘れてた。エビをフライにするんでしょ。あと何キロって忘れました。冷やし中華も作りたかったんだね。まあいいでしょう。はい、これは OK。順繰りに片付けていきましょう。これも OK でしょ。これはもういい感じですな。じゃあもう温度がちょうどいいんで、温度はいいって、温度はいいって電子そのところに言われたからな。はい、じゃあ入れてあげましょう。大丈夫かな。頑張れよ。じゃあ粉を入れて、あれパン粉だけにするって言ってたよね。ね、失敗しましたね。まあいいよ。一番低温しなかったね。一番低温。一番低温にしてじっくりと回してやんないとダメね。あんまこうなると中のあの具が沸騰するんだよね、先に。それがダメなんですよね。今も水が、空気がブワーって出てますね。はい、ここ卵。卵。卵の具が入って、美味しくなれ。こんなやついいですね。さっき卵つけないで小麦粉だけのものにするって言ったよね。俺は嘘つきまさやん。すいません、嘘つきでした。はい、うん、うまそうじゃろ。これが自家製春巻き、これが自家製春巻き。もうみんなあの中のものもさ、みんなあの
火通ってるから、基本的にはもう生でも食えるからね、春巻きってね。生春巻きでも使える皮かってなったら、別に立派なわけじゃないんですけどね。それしかねえんだわ。あ、うまそうだな。中の、なんていうの、うまいものがこう、じわじわって出ながらね、一つにまとまってるっていうのがよくわかりますね。はい、じゃあここでドローになります。こうよく、ドローについて、俺たちは、泥について泥にまみれて人生を生きる、人生を生きる。それがね、それね、泥にまみれていきましょう。はい、こっち側はもういい感じですね。色もいいし、硬さもちょうどいい。ほら、すごいろ。これが俺の実力だよ。大したことね。はい、じゃあちょっとエビフライをね、次は。冷凍のエビフライはね、用意してありますから、これを入れてやれ。低温ですけどね、まあいいでしょう。はい、その間にこっち側が出来上がっていきますね。パン粉を使って、俺たちはパン粉人、パーパーパー、パン粉人、パン粉人、こっちにしましょうかね。それだけ泥があるとね、二度漬けになり、二度漬けできますから、まずパン粉人にする。一回お前たちパン粉人になれ、ね、パン粉人になる。なんか火弱いね。はい、今火強くしました。一回消してやらないとダメみたいだったりするよね。まずパン粉人、これね、一回つけるとこれでパン粉人ですね。パン粉人で、パン粉人をまた戻してやります。そうするとこれで二度漬けになりますね。パン粉が乾燥させたところにまた卵が入る。二度漬けのパン粉は低温で揚げる。そういうんですよ、二度漬けのパン粉は低温で揚げた方が美味しい。高温にするとね、すぐガチガチってなっちゃうから、低温でじっくりとやるとね、二度漬けパン粉は最高さ、二度漬けパン粉は最高さ。はい、パン粉ね、一発。温度は一番高い温度になりましたね。繰り返してみましょうね。冷凍の揚げ物ってのはさ、結構なんていうの、時間つなぎにちょうどいいですよね。これもね、売ってたシューマイですね。揚げると美味しいんですよ、シューマイって。
これをやってる間に魚の始末をして、そしたらもうショバタって感じですね。ショバタショバタショバタ、どんな勝負がそこにあった、場所か勝負かようわからんっていう、なんか短歌がありましたね。あやめかかきつばた、場所か勝負かようわからん、あ、そんな話じゃなかったんですよね、どう考えても。しかし、このシュウマイたちは自分の行き場所を揚げシュウマイに求めたのだよ。難しいんだよね、揚げシュウマイってのは。揚がりすぎてもダメだし、揚がり足りなくてもダメなんだよ。分かってるか、マサヤ。はい、どうでもいい。どうでもいい、どうでもいい、どうでもいいって言ったらどうでもいい。なんか今日全然少ないね、いろんなものが。いいの？ちょっとブロッコリーみたいなのがあると見てないんだけどね。まあいいよ。3杯。明日はどうした？はい、いいな、これね。揚げシューマイはね、思って硬くなればもう随分いいね。まあ半分メンチカツみたいなもんだよね。違うろ。でもまあそんなもんだね。違うろ。はい、ここにこういうね、魚ちゃんがいます。ちょっと先を捨てて。濁ってるからね、ちょっと濁りが出てますから、もう一回先入れてあげて、ここに片栗入れたらいいですね。で、それを入れる前に、こっちが終わるかな。うん、いいね。はい。揚げシュウマイ、美味しさの揚げシュウマイ、俺の愛する揚げシュウマイ、あっち今飛んだよ。俺を攻撃したなお前、これもうすぐして攻撃しそうだったよね。バーンと破裂して攻撃することが多いですね。はい、じゃあ鶏のカツを入れてやれ、入れてやれ、入れてやれ、はい、じゃあ食ってやれ、みんな入れよう、このまま弱火でいこう、一番弱火にしました。このね、はい、これが青のりを入れて、青のりを入れて、青のりを入れて、青のりを、大盛りじゃねえぞ。何だろう。まあ青のりですね。青のり。冷凍庫に入ってます。我が家の青のりは。青さ。もうちょい入れてやろう。早く使っちゃうか。それが。はい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 、これをね、こうよく溶いて水に入っていきなさい。あれ、これで終わりに揚げ物、今日は今回はちょっと少なかったね、揚げ物ね。
揚げ物は必ず上下がありますからね、そこの方が熱いですから必ず返してあげるのがいいですね。やっぱり様子見ないとね、生命ですから。そうかそんなお前偉そうな、俺は偉いんだよ。セロリも天ぷらしようか。ちょっと粉が余るもんな。でもセロリの天ぷらってさ、結構なんていうの、疲れんだよね。すごい多いです。多いんじゃないの、マセ。うん、それがいいです。そしてこれはみんな、これはみんな お主のためなんだぞ。ちょっと置いた方が美味しいよね、これね。パン粉とかもあるけどいらねえよ。はい、じゃあちょっと後片に入ります。後片、これ冷蔵庫で忘れてた。後片付けぐんだん。そうやっぱ、お、なんかもう温度が良くなってきたりとかね。はい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 。わあ、あそこのなんかまな板のすごいこと。まな板行列。やっぱやっぱ。うまそうじゃの。この音が消えるぐらいがちょうどいいですね。今中から水蒸気が一生懸命、これはどこに行けばいいんだってとこですから。この音、ヘイヘイヘイってね。なんだ。よくわかりません。よくわかりません。この人のことはよくわかりません。この人と俺のことを呼ぶな。それにはちゃんとマサヤという名前がある。ない方がよかったね。おい。パヤッパー。お、なんかいい音になったね。それで最後の方に持ってきましたね。これをあげますけどね、サラダみたいなのですよね。きゅうりをね、細く切って食べましょう。美味しいかな。で、この人はね、もういい、この人はもういい頃ですから。いい頃じゃないか。ああ、いいね。こう、こうやって中が生臭くなかったらもうできてますから。バンバンチーを作りましょう。これね、やっぱりある程度煮て放っとくのが大事ですよね。こっち側をこう広めにしとくとね、肉を広めに開いておいてあげるといいよね。ちょっとある程度こうやっていかないとですね。ああ、もうこれいいね。あ、これもいいね。薄手のやつはもういいね。これもいいね。これでちょっと長くだね。はい、で、その間に、キュウリを切ってきて、キュウリを切ってきて、1、2、3、4。こうやって切ってあげて、しっかりして、やりましょう。これをこう、牛すにこうまとめてやるとね、美味しく決めます。もういいわ、こっち。
うん、重いね。はい。はい、そしたらこれが入りますね。どうやってもいいね。このとろみを十分つけてやって、やると、衣がね、ちゃんとついてやると、いいんですがね。入った途端にね、衣が強くなります。もう面倒だからみんなやっちゃう。こむじちゃん、はい、箸がね、いっぱい使っちゃうよね。まだこう、そんなにね、一生懸命やっつけないで。出てるの分かりますからね。こう離してやんないと。くっついてるところが生になるから。離してあげてください。離れろ！はい。もうちょっとですね。ゆっくりいけ。はい、その間にこの辺を人間つけてみましょう。キュウリを薄く切って、キュウリを薄く切って、トーバンジャン、今日はお前のトーバンジャン。まあ今日はごまだれで、ポン酢で食ってもうまいけどね。やっぱなんていうの、僕らは凡人ですから。凡人なんですか？ボンジージャンプってバンジーだよ。どうでもいい。まあ、魚のね、香ばしい香りがしてきましたね。あんまりね、香ばしすぎても困りますけど、まあ、これはこれでね、香ばしくて。いいのではないかい？いいのではないか。香ばしくていいの、あ、香ばしい香りですね。あ、くっついてる。あ、いいね。こうね、魚は何でもそうだけど、一個一個一人一人に個性があるんですから、それを見てあげてね、おお、よう頑張ったのってね、一言声をかけてあげると何も起こりません。はい、やっぱ、はい、まあどうでもいいです。はい。もう揚げ物終わり？うん、OK だね。はい。じゃあ今日の揚げ物はこれおしまい。あとトマトでも切って、食っちまえばうめんじゃねえか？トマトを切って、食っちまえ。トマトを切って、食っちまえ。せっかく来ましたからね、トマトもね。春巻きってさ、一回やるともうなんか相当時間食っちゃうんで、でもあれ、8枚使うから、
そのまま8枚使うから、あとの4枚を揚げるとき、次はもう便利ですよね。冷凍春巻きより400億倍ぐらい美味しいですから、400億倍美味しいですよ ね。これは昼食べることですね。なので、はい、今日はこの辺で終わりにしましょう。ということで、皆さんも美味しい美味しい昼ご飯と晩ご飯食べて元気過ごそうじゃございませんか。じゃあね、バイ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 。